お疲れちゃんです。ラットです。そしてどうぞ。キョウキョウさんです。はい、というわけで挨拶してください。挨拶してください。よろしくお願いします。というわけで久々のね、はい、久々ですね。そうですね、初手から疲れちゃいます。とっても疲れて、しかも僕ら二人めっちゃ今お腹空いてて、そう、さっきまでずっと撮影しててね、もう5時間ぐらいぶっ通しでやってたんでねお腹空いてるんですけど、今日やります。はい、何ですか何ですか、やります。競技予算ね、平均 2.0 ウォールブレイカーでね、レーカーと俺はそこは20勝チャレンジでなんかやったんですよ。はい、そうですね。逆にも聞いちゃっていいんすか、その 2.0 でやるよって。あ、はい、いいんすか。公開戦のね、もうウォールブレイカーですね。勝ちますよ僕、一応展開っすよ、一応8500ですね。出たそうや、ちょっとマウント取れますから。いやでも 2.0 ウォールブレイカーってちょっとさすがにさ、形作って止められんくないですかっていうって思うんですよ。って思いますよね。そうなんです。まあそれだとまだ展開かなって。ああやべえ、なんかうがいみたいな。オッケー、じゃあ僕出しますよ。はい、お願いします。いや、これね、ラットさんね、すぐそうやってね、だから逆に 2.0 って聞いちゃってると、はい、守んなきゃいいんじゃないかって。舐めてますよね。いやよくないっすね。で、これで来るんですよね、来るんですよね、真ん中からボールビーカーはーんっつって、あはーんじゃないですか。いや、これだから残り1分まで何耐えたら僕の勝ちですよ、ほぼ。どうなんですよ、はい、そういうことじゃないんですよ、ね、そう、完封っすよ、これ。よしよしよし、うまいですね。ありがとうございます。あー、なるほど。これ多分普通に完封なんですよね。なるほど。キョウキョウさんはスパーキーなんでね、こう前半のうちにね、攻めたいところではね、ありますね。いや、やだな。よし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 、ありがとうございます。いや、普通にやだ。いけますよ。マジか。これ前半稼ぎたいですね、マジで。僕としては。てかもう捨てよ、もう捨てる、もう全部あげますよ、だからラッツさん。あげますよ全部くれるんですか全部はダメだ、やめてください。あげますよ、だから。まあここで、はいはい、行きますよね。いや、だからもうそれで全部くれるんですよね。全部あげますよ。ありがとうございます。うわー、すげえやだその感じそのジャンプダイスもね、しかも、いや、きっつ。でもこれ4コスでさ、タワー1本あげるのすげえ嫌なんですよね。いや、これ逆に無視したらどうなるのかっていう、ちょっと統計を取りたいいや、僕は耐えたいですね、こう。オッケーイ、オッケーイ、オッケー、よしよしよし。待って待って待って、おいー、あれちょっとラットシャン、ちょっとやばい、そうやってちょちょちょって言いながらこう、やばい、今入ってない、今一発だけ入りました。うわー、気悪いっすね。うわー、なんかマジか、形作れば勝ち説って思ってたんだけどな。いや、もうちょっと耐えたかったですね。ザップがめっちゃいいザップしますね。ありがとうございます。これね、だからこういう無視できないんだよな、なんか一個無視すると済むんすよね。ああ、ファイボー。もう打つしかなかったっすね、これは。ありがとうございます。ここで防衛すぎると良くないんだけど。なんなんそれ。うわ、ちょっと待って、マジ。普通にそれ強くないっすか。いやいやいや、これ 2.0 ですからね。いや、きついっすね、僕としては。ファイブザップっすもんね、しかも。いや、そうなんですけど、本当にいろいろ出てくる。これちゃんと形作ればいいんじゃねえかっていう、そういう。やべ、形作るのはずるいっすよ、先輩。形作ったらもう何もできないっすよ、天下の先輩。ずるいっす、天下のラットさんといえどもと思うじゃないですか。これだからもうどんどんこれプレッシャーで、プレッシャー。オッケー、いいよいいよ、いい感じ、いい感じ入った、いい感じ入った。オッケー、いい感じ入った。うわうわうわ、44 何、あー、あるんか、そっか、よしよしよし、マジかー。まあ余裕ですね。いやー、これね、視聴者さんたち究極本間雑魚やなって思うでしょ俺マジでやってるからね、これ本間雑魚やなと思わないですか思わない。いや、もうそんな、俺ちょっと、そうか、そうか、優しい、やつさん、しょうさん、優しい、ほんまにそこまで、お前、そうか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 、ごめんなさい、ごめんなさい、そうか、いや、ほんとにやってるから、いや、マジで、ちゃんとそう、ほんとにちゃんとやってるからね、マジかっていう、ちょっと、ビビってる、今。
よしよしよし、ルイさん出来変えていいですか。僕はこれ連投でいきます、まあ、あえてこれでいこうかな。あえてのよし、お願いします。ザップとか矢の飴持ってても、はい、これなんかコウモリがまず2周すぐ回っていったりとか。そうなんですよ、まあ、ウォールブレイカーにもザップとか使いたいので。いや本当そうなんですよ、ね、スケとかコウモリが生き生きしちゃいますね。そうなんですよね。なんかはい、ソテゴレドーン、ソテゴレドーン、最低っすね。本当に寝てやすもん。ソテゴレドーン、ダグレドーン。なるほどね。これが逆に強いんじゃないか説っていうね。もう上げるっていう、せこいっすわ。ちょっと待って、これはね、よしよし、僕これ守るんですよ。行ってこい。プライドを捨てた男、キヨキヨ。痛い。意外とでもなんか左謎にコウモリが多分なんか入りそう。痛い、耐えと思う。ちょやだもう、そういうの。でもなんかちょっと、ま、あ、なるほど、これは、はい、美味しいですね。あ、そうよし、スリクラコースだな、スリクラコース。マジで、いやちょっと待ってください。いや、まだ行きますね。マジでスリクラコース、この1個耐えたのがもうでかいですよ。そうなんです、それはちょっとやっすね。で、うん、これがダーンってくるんですよね。すぐバレて、いやーもう、うん、ちょっとここは若干防衛するっていう、ちょっと、いや、いい防衛だ、いい防衛だ。これで無視すぎると良くないですよ。無視しすぎても良かったのかな。さあ、うわ、すごい攻めてくる。うマジで抱くね、そんな大きく。そんな技あるんですか。ゴリ押しっす。逆転の発想、お互いゴリ押し。嫌だな。ここでも攻めるんですよ、男はここで、はい、ゴイン、ギギ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 。いや、そんな入らん。よしよしよし、え、あれ？よし。これはさあ、矢なめ使いました。先輩、インテカイ、これ来る。インテカイ、やだろ、やけど結構なんかすごい慎重する。クローン、やばい、あ、えぇ、ー、落ちるな、オッケー、耐える。やなめ、よしよし、オッケー。さあ、これはどうなる。どうなる、これは。やばい、結構痛いけど、痛い、え、ディガー何個くんねん。やばい、これ出す暇がない、これは。やべえ、ちょっと嫌っすね、でも。嫌っすね。僕も嫌っすね。来たよ、たくさん来たよ。たくさん来たよ。やられ、めっちゃいい、やられそれ。たくさん来た、頼む。いや、これなんだよ、これ。逆にこれ僕こんなかかるんすか。右側耐えれそうだったんだけどな、山雨圏内になっちゃったんですよね、あれ。いやー、これゴレ出すかマジで迷ったっす、最後。いやー、ゴレ出して山雨持ちがちょっと嫌でしたね。 2.、うん、これ強いんすか、これ。うん、強いっぽいです。ちょっと待ってください。もう一回、そうですね、今のデッキ禁止でお願いします。今のデッキ禁止でお願いします。同じデッキじゃなかったらいいです。同じデッキじゃなかったらぽいぽいぽいって感じで、ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあ審査でいきます。はい、お願いします。私いけます、いきます。よし、うん、エリゴレ予想します。いや、そんな名前にはいかないです。エリゴレ予想します。なんかエリゴレちょっとやっぱそんな好きじゃない。僕使ってましたよね。エリゴレアンチですからね。あ、エリゴレさん使ってましたよね。そうなんですよ。だからこれでだ、なるべく待つみたいなことが大事なんだね、多分な。なるほど。うっと。オッケー。キヨキヨさんがうっと。うっとですよ、時代は。初めて見た。時代はうっとですよ。キヨキヨさんがうっと使ってる。あ、いいぼう。あ、いや、オッケー。
キヨキヨさんじゃん。あっちあっちっすね、これ。これ、キヨキヨさんっすか、ね、あっちあっちっすね。ライキさんあっちあっちっす、これ。誰っすか、え、ダクネ。ダクネですよ。あっちあっちっすね、これは。あっちあっちっす、ね、あ、出た。そのじゃい。ちょっと流行ってるやつじゃないですか、先輩。ちょっと流行ってるやつっすよ、これ。ちょっとあっちあっちっすね。先輩、ちょっときっちいっす。あっちあっちっすね、これ。あっちあっちっすね。あー、これあっちあっち。うわー、その延命やば。やばやばい、このアイスピーいらなかったー。いやー、ちょっと。パンケーキ食べたい。パンケーキ食べたい。いいの、食べなくて。この後あれっすよ、食べる。そう、これからね。これから食べないっすよ。実はあの、Uber Eats 1万円企画やってまして。そうなんです。それの待ってる間にね、撮ろうみたいな話になって。はい。ちょっとですね。ウォールブレイカー来そうだな。単純にきついやつじゃないですか、僕。そうっすよ。ちょっと集中します、集中します。はい。よろしく。出た、出た、出た。はい、間に合う。ウッド使いますね。ダワーにもダメージ入っていく。さあ、吹きや。そう。そう。ヒースピーダクネ回復あっちあっちっすよ。めっちゃいいヒースピー。吹きゴムこんな回るんですか。いや、そうなんですよね。無限吹きやっすね。だろだろだろ。オッケー。よし、いいよ。しかも何らコウモリが痛いよ。痛え。よし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 。いや、めっちゃいい。また来んの、また来んの。まだ行きます、まだ行きます。もったいない、もったいない。もったいない感がすごい。わからなくなりますよね。わかんない、そう。なんでそんな回ってくるんですかっていう。ズルじゃんって感じですよね。そうなんですよ。そんなにみたいな。いやー、いいウッドです。うわ、いいウッドです。いや、これ大カウンターの急遽。いや、これまたザコオツヤンって思われたんですよ。ザコオツヤンって、ザコオツヤンって言う、急遽やる気あんのみたいな。言われないっすけどね、そんな。いや、マジでこれ視聴者さんとやってください、これ。これ僕の、そう、名誉を保つために視聴者さんの人とやってください。ザコツヤ面白い。ザコツヤになるから。本当に、だから、ちょ、やってください、本当に。視聴者参加型 2.0。 逆に、何のデッキ嫌なんですか。これですか。はい、うん、ラバルですね。あー、確かにそうっすね。ラバルです。そっか、全然気づかなかった。陸ならすごい、なんかゴレもエリゴレとかも可能性ありますね。確かに、そのスケルトンとかがめっちゃ回るっすからね。あ、でもウッドなんで陸に強いっすね。確かに、そっか。確かにウッドが腐るんだ。さすがですね。まあ、というわけで余裕ですね。なんすかこれ。一回負けちゃいましたけど、まあ、そう。危ね。危ね。怪我しないでください。そうっすよ、ちょっと。めっちゃ面白い。でも待って、まだ、まあ、2勝1敗ですね、まだ僕はね。まだまだ、はい、参拝はしてないっていうね。またまたまたやりますね。今日はもうこれ以上やると清宮さん泣いちゃうんで、やめていきたいと思います。よいしょ。というわけで、概要欄にね、清宮さんチャンネル貼っときます。でもうめっちゃ撮ってます、清ラット動画。いや、もうめっちゃ撮っておもろいっす、マジで。全部てか、僕マジですごいっすね。お腹は減ってるっすけど疲れてはないっす。だから、はい、しかも今までとは違うね、こう動画をめっちゃ撮ってます。なので、じゃあもう行っていいっすか。じゃああ、いいっすよ。いいっすか、ちょっとネタバレしていいっすか。でもこっちの動画の方が上がるの早いと思うんですけど。いいっすよ、それでいいっすよ。僕の撮った動画。彼女しか知らないことをクイズで出してみた。いや、キヨラッド1本目、地獄のね。そして2個目、キヨラッドで人生ゲームをやってみた。はい。まあ、どっちがね、もうやりましたからね。もうやりました、やりました。どっちが勝ったか皆さん予想してみてください。で、キヨラッドで Uber Eats 1万円頼んでみた。そう、これが今頼み中です。はい、1万円企画。そして次がクラロワ。ここからクラロワです。そのラッド読み動画、やっぱ読み動画かなりね人気なんで。お、来た来た。そしてラッド VS キヨキヨ10先、どっちが先に10本取るか。そうそうそう、お楽しみくださいと。というわけで、僕のねチャンネルも、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしてます。というわけで終わります。お疲れ様でした。またね。